そして続きましてタイトル拒絶、これは山田かな監督のもう本当今まだ公開されたばかりの作品で、主演に伊藤沙莉さんという女優さんが出てるんですけれども、色白で小柄でドラマでも結構たくさん出演してる女性で、声が結構特徴的でこうハスキーボイスでなんかすごいいいんですよね。こうなんだろう、でいい意味ですごくなんか力の抜けててこう自然なお芝居みたいな、あのこんな風にできるようになりたいなって思う女性です。あと映像系には手を出すなの声優さんとしてもご活躍されてて、声優でもめちゃめちゃいいんですよね。やっぱなんだろう、声が特徴的だからなんかで、お芝居も上手だからあの役ぴったりですごい良かったです。でタイトル拒絶の映画のお話の内容なんですけども、セックスワーカーのお話になってます。でいろんなことを抱えてセックスワーカーとして働きながらもいろいろこうなんだろう、一人一人の女の子に焦点を当てつつも何かをなんか解決させるとかそういうのでもなく、ただただなんかありのままの状態をこう映して、なんかそこから皆さんに何を感じ取ってもらうかみたいな、そういう内容で、なんかこういうセックスワーカーの内容の映画だとどうしてもなんか体当たり演技とか脱ぎっぷりとかそういうのを前面に出す方法みたいなのもあるところを、あえてそこはメインに置かず、こう一人一人のこう生き様みたいなものを出してて、なんかすごい素敵でした。うん。なんかよりたくさんの方に本当見てほしいなっていう映画です。うん。その中でも常松ゆりさんっていう子が、まあずっとニコニコしてる女の子なんですけど、常松ゆりさんって女優さんが演じてるまひるちゃんっていう子なんですけど、いやなんかすごい刺さりました。うん、笑ってるけど何がどう何がどうこう歯車がおかしくなってこういう風になっちゃったのかなみたいなのとかもうね、ちょっと大人の責任というか、うん、そういうのをいろいろ考えさせられました。もうなんだろう、 Now でそういうなんだろう、なんて言ったらいいのか、私の下の世代がどっちかっていうとそういうところに、なんて言ったらいいか分かんないんだけど、だからそういうことに対してどう判断していいのか分からないけれども、なんかちょっと確固たる意志みたいなものが私は芽生えましたね、この映画を見て。うん、こうだなっていう。だから皆さんもぜひこの作品を見て、なんかでもそんななんかねこう思い悩むような感じで描かれてなくて、本当すごい見やすいんですけど、こう心にこうグッとくるような内容なので、ぜひ見てみてください。はい。